今回の心霊写真は後で動画も紹介します。これほどはっきりと幽霊が写った動画っていうのはですね、珍しいので閲覧には十分に注意してください。この写真はその動画のキャプチャー画像です。コロンビアの麻薬組織の親分、または麻薬の王様と言われたパブロ・エスコバルの幽霊だと言われているんですね。彼はですね、全世界にコカインを含む麻薬を広めた男だと言われています。世界最大の麻薬の消費国であるアメリカをはじめ、世界中でコカインを密売して世界有数の大富豪の一人に上り詰めました。刑務所に収監されてもですね、2つの殺人事件を起こしたり、最終的にはアメリカの諜報部隊、コロンビア警察の治安部隊に追い詰められて殺害されたんですね。彼の幽霊はとても有名で、豪華な8階建ての邸宅の廊下を歩き回る様子とかがたびたびカメラに収められていたんですね。全くその成仏はしてないんです。この写真はそのモナコの邸宅が取り壊される数分前に撮影されたものなんです。取り壊される寸前に多くの人たちの目の前に幽霊となって姿を現したというのですから驚きなんですね。おそらく彼は死後もこの邸宅に住んでいたものだと思われます。実際に 375kg 以上のダイナマイトが点火して、この建物は 3.5 秒で崩壊するんですが、その少し前にですね、動画の中で窓と大きな入り口の間を白いシルエットがせわしなく歩き回るんですね。建物が倒壊すると同時に浮き上がって消えていく様子が見られます。